DK, DK は国別コードトップレベルドメインの一つでデンマークに割り当てられている。このドメインの管理は DK ホーストマスターによって独占的に行われている。現在、DK の登録は公認レジストラを通して行われる。その時ドメイン登録申請者はドメイン管理をそのレジストラが行うか DK ホーストマスターが直接行うかを選択することができる。 ドメイン名は普通のローマアルファベットに加えてを使うことができる。なお、http://nic.dk/. は dk ホーストマスターのホームページにリダイレクトされる。dk は1987年7月14日にスタンフォードリサーチインスティチュート ARPA ネットワークインフォメーションセンターに登録された。は、学ネットで DK ドメインの管理権を受け取った。なおその頃、UCP ネットワーク上で彼らは、軸の名を使用しており、ダクネットやダクネットの名を使用し始めたのは少なくとも1986年以降ある。1988年の中頃、ダクネットは、発展段階のデネット、政府支援の研究機関ネットワークとして1987年後半に設立され、 現在はという名で知られていると接続した。1989年1月ダクルグは、デンマークで動いていた。DK ドメインに関係する他の3つのネットワーク、実験段階の X400、アーン、ディークネットのコーディネータとの間で、ネイブニー・フェテイランという名前の合意をした。この合意により、 UCP のような擬似的ドメインや GUB、UK のような第二レベルドメインを勝手に使うことをできなくした。ダクーグは1991年に DK を管理する DK ホーストマスターを設立した。1992年前半までにはデネット経由の UNIC がデンマークの全大学に提供されるようになったため、軸はラクネットを必要としなくなった。 そこでダクヨグはダクネットと共に自前で国際回線を持って会社に回線を貸し出したり個人向けへモデム接続サービスを提供していたシンビアンサイエンスパークへ移った。業務の急速な拡大はダクネットの経済状況に悪化させたためダクネットは組織の分割を余儀なくされた。1993年デンマーク最初の純粋な ISP 会社として ダクネット a p i ースが設立された。さらに1996年、デネットは商業向けネットワークとして使われるようになっていたため、頭文字の意味を、デニッシュリサーチネットワーク、デンマーク研究ネットワークから、ダンスクイバーブスネット、デンマーク商業ネットワークに変更した。1996年2月15日、d k a p i ースは、 DK ドメインの管理をしている DK ホーストマスターを含めてテリー・ダンマーク、現 TDCA2000 万デンマーククローネで売却した。しかしテリー・ダンマークが商業 ISP でかつ DK ドメインの管理業務も行うことになるため利害対立の可能性があるとして通信とインターネット会社28社のグループが購入の5日後に DK ドメインの管理業務を得るため集まった。 ペリー・ダンマークははじめそれを拒否したため、グループ側は、法人ガン AF インターネットレバーユドーラーという組織を作り、ペリー・ダンマークの独占に対抗するため、IANA に直訴すると通告した。そこで、ペリー・ダンマークは申し出を受け入れ、フィルは、IANA に、DK の管理者として承認された。しかし、それは、名目上であり、実際の業務は、ダクネット A、 S, S は言った。1996年6月、フィルは DK に関する業務と規則について1年間の期限付きで調印した。1997年1月15日午後3時、フィルは DK ドメインの取得に関する規制を緩和した。それまでドメイン登録するためには明確な理由が求められたが、それが撤廃されたため前例のない。 DK ドメインの取得合戦となった。九百九十六年末までの DK ドメインの登録数は六千五百だった。それが九百九十七年二月一日には倍増し、九百九十七年末には四万1に達した。この一件でいい名前のドメインを素早く登録するための方法を知っていたフィルのメンバーや大量のドメインを取得し占領した個人に対する一連の 訴訟が発生し、2000年代までを引いた。1997年12月、テリーデンマークは DK ホーストマスターを通じて1998年から登録料として年間340デンマーククローネを徴収するとアナウンスした。このことはフィルのメンバーに知らされていなかったため物議を醸した。DK ホストマスターは財政的には 実質テリー・ダンマークの一部だったため、登録料について話し合いをしている間は、DK ホーストマスターの予算は、審議を経ずに執行されていた。このことについてフィルは、非営利の DK ホーストマスターという組織を通じて、権利を乱用し不当に利益を得ていると批判した。なお、後にフィルの取締役会、後に、会人がテリー・ダンマークに対して、 フィルに断りく料金を設定する権利を与えていたことが明らかになった。こうした結果、1998年3月テリー、ダンマークはダクネット A、S の商業部門は、テリーダンマークインターネットとダクネット A、S に関し、残った DK ホーストマスターは DK ホーストマスター A、S に解消して売りに出すと発表た。テリーダンマークは、 フィルのような通信やインターネットの企業連合に対して買収するように働きかけた。この件はテリー・ダンマークは DK ホーストマスターを所有していないので売却することはでき意図していたフィル内で再び物議を醸した。1998年10月、フィルはテリー・ダンマークに対して1996年6月に締結した契約と合意が終了したという所管を 送付した。書簡には、またフィルが DK ホーストマスターを引き継ぎたい旨も記されていた。しかし、テリー・ダンマーク側は、フィルの申し出を拒否した。1998年11月、フィルは、DK ドメインの長期にわたる管理に関する合意を、確立するために、IDMOU の旗のもと、科学技術開発省の招待で、 デンマーク中のインターネット会社と利用者を集めた会議を開い、IDMOU の結果、1999年7月1日、ダンスクインターネットフォーラムが設立され、D4 は外部の支援を受けて1999年12月に DK ホーストマスター A、S を買収した。最古の DK ドミインは以下のようなものであり、現在も存在している。 これらは1987年に登録された。ダクウグ、DK、ジク DK、BKDK、リ DK、イブット DK、イファド DK、レゴ DK、マインツ DK、ノーディタ DK。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。